にちは、くーちゃんです。ということで、くしゃみ、はい、今日は親知らずを抜いてきました。うまく喋れませんが今頑張ってます。今は忘れが効いてるのでお騙しなんですけど、忘れが切れた後からが勝負らしいので今は頑張りたいと思います。ちなみにこっちです。まだここにもあって、塗ったので今日抜歯して、その後こっちもまた抜いてまたやってもらってっていうのを2回勝負が待ってるので、覚悟を決めなければいけませんということで今日は抜いて数時間後のクーでした。見た目的にはまだ全然腫れてないんで、これ以上腫れなかったらいいなと思ってます。ということでまた動画撮りますさよなら。はい、ということで親知らず日記2日目にして腫れました朝起きたらなんかこんなことになっててびっくりしたんですけど、まあ親知らずの洗礼を受けています。今2日目で腫れたので3日目でもっと腫れるんかなと思ったら、すごいちょっとドキドキしてるんですけど、逆にもうこれ楽しんじゃおうかっていうことで楽しんでます。痛み的にはそんなにないんですけど、あとウィーダーとかいろいろこう流せれるものを食べたんですけど、もう夜中にお腹が空いてホテロング食べたんですよ、こっち側で。そしたら全然普通に食べれたから、辛いものとかあったかいものはダメみたいなんですけど、血の巡りが良くなって血が出ちゃうから、それ以外の普通のものをこっち側で食べれるから、食の楽しみを楽しんでるから良かったなと思いますということで、明日も動画撮るので見てください。バイバーイ。親知らず3日目、昨日より晴れてる。でも最近痛みはマシになってきたので、今日は調子乗ってコーラとポテチ食べましたそしたらいつつつつってなんですけど、美味しかったからプラマイゼロですということで、今日はこんな感じでございました。